すべての食事は美味しいですし、ですから、まあ、果物も美味しいですよ。白川青空この町は初めてですけれども、まあ、台中では何軒か行く店はありますけど、我的家乡基隆的庙口啊，基隆的庙口啊，有一间卤肉饭。乡内银牙汤的麻糬是要经过油炸。苦が売りっぽくなくて、最初飲んだ時はレモンっぽい感じで最初苦い。ちょっと苦いが残るとか。三重其实三重好吃的东西很多。啊，很多吗？很多很多。気に入った店教えていただけるか。あんまり言っちゃうとね。我不会哭的。哭啊。本当に美味しいのかなとか。絶対カメラ目線じゃないですよ。台湾って素晴らしい国だと思ってもらえると思うんですよ。それはもう自信があります。日本から初めてもし台湾に来る人がいたら、それをものすごく来てよかったと思ってもらえると、これはもう自信持って言います。あるね。本当うまい店というか入りやすい店、もちろんどっちもあるけどね。そういうとこで会うと本当長居したくなるよね。ヨンハーの中を移動する松。続いては。小姐、一个瓜瓜瓜包。瓜瓜包は里面有什么？油飯、あ、油飯。この店で頼んだのはグアグアパオ。爪楊枝で止められています。これがね、グアグアパオ、中にご飯が入ってるみたいね。うわ、うん、ちまき、うん、このもちもち感と外側のサクサクいけるね。いや、これまでちまきはね、いろんなところで食べてね、台湾で来たけども、そのサクサク感が加わってさらにいける。食感といい、味加減といい、最高の一品。チリした感じって日本の料理だと何が一番合うかな。いや、台湾に来てやっぱりすごくそういう食べ物多いよね。もっちり感とか本当にキューキューな感じっていうのはね。で、出汁もすごくちょうどいい。自分の食べ歩きの旅っていうのはある意味台湾でどこに長くいたいかっていうところを探す旅なのかなっていうふうにもう思えるかもしれないね。だ、そういう意味では、まあ、世界30カ国以上行って、で、台湾に一番来てるんだけど、やっぱり台湾が今のところはね、一番本当に自分の生まれた日本よりも住み心地がいいというふうには感じてるんでね。ダーンの森林公園ね。いや、ここは町の中にあってもう本当緑がでも溢れてるよね。いや、確かに人工的な、まあ、感じのね、公園ではあるけども、自然の公園というよりは人が作った公園、計画的に作った公園かなって感じはするんだけど、でもやっぱ町中にこういう広い公園があるとありがたいよね。ターン森林公園にやってきている松。松はロケの空いた時間を見つけてはここで走っています。自衛運の開通でさらにアクセスも便利に。
運動することで食欲も高まってきます。台湾の風景としては公園の太極拳なども有名とのことですが、朝が遅い松は未だ太極拳の風景を見たことがありません。しかし公園で地元の人々が遊んでいる光景を見るとほのぼのした気持ちになります。台北市内から夜ヨンハーに戻った松。店で注文したのは台湾の代表的なスイーツ。トーファーはいろいろなトッピングができ、さらに健康的な食品としても知られています。出てきたのはこちら、ところてんのようなものも載っています。トーファーに芋とあとチェンジューとイカみたいなね、もの入れたり。うわ、いやこれはもう美味しいっていうのが悔しいぐらい美味しい。だから美味しいっていうと、まあなんかその表現だけかっていう感じもするんで、あんまり使いたくないとは思うんだけど、いやー美味しいな。これこの芋のキューキューと、いやトーファーが香りがすごく立って香ばしいんだよね。なんかふわっと広がってくる香りが。こちらも松絶賛の一品。全体的な砂糖の味付けがすごくね、まあ、ほんのりとしてて甘すぎず、まあ、かといって味がないわけじゃないんでね。豆腐って味が薄いとこもあるけど、これ味がちょうどいい。で、上品な感じもあるもんね。台湾にはさまざまなスイーツがありますが、これも自然の味わいをそのまま生かしたまさに台湾らしい味わいといえます。ヨンハーを食べ歩く松。続いてはこちら、ベトナムのものもこのエリアには多く入っているようです。はじめに生の野菜を巻いたゴイ君。大学時代松は日本でよく食べていました。これが生春巻き。ゴイ君、ゴイ君って言葉の響きを思い出すね。キュウリと、まあ、それから、まあ、あの米で作ったね、麺が入ってるね。あとレモングラスか。これちょっと日本人には食べつけない味かもしれないね。香りがかなり出てくるし、まあ、ただ爽やかな味といえば味かもしれない。こちらが中身の映像。レモングラスを食べつけない松は味に慣れない様子。このゴイ君生春巻きっていうのはいろんな食感が楽しめるね。肉も入ってるから肉とエビと、それからこれ野菜レタスなのかな、シャキシャキ感ってね、いろんな食感がこう口の中で遊ぶ感じ。
ゴイ君にひたすらかぶりついた後は、ひき肉を入れたビーフン。これハーフェンじゃなくて米の粉、ベトナム式の、まあ、米を材料にした麺、あとだから炒めた肉を、まあ、添えてる感じ。味はね、甘酸っぱい。ただ甘酸っぱい中にこの炒めた肉、そのそぼろの肉の旨味が結構出てくるね。噛めばね、かなりじわっと広がってくる。肉にしっかりと味がついていて、また野菜もたっぷり。台湾でのベトナム料理には独特の味わいがあります。肉はかなりジューシー。昔大学の近くにベトナム料理屋があって、東京の、でそこにたまに行ってね、あ、ベトナム料理ってこんな感じなんだと思って、でベトナムに実際ホーチミンに行って食べたらまたちょっと違った感じがあるんだけどね、その東京のベトナム料理屋の感じを思い出すね。ヨンハーでひたすら食べ続けた松、この後場所を移してさらに食べ歩きます。